ありがとうだ。緑薬場外。確かに轟くん悲しすぎて余計なお世話を考えてしまった。でもな、余計なお世話ってのはヒーローの本質でもある。緑谷と戦うまで考えるなんてこと考えもしなかった。あ？どこ見てんだよ半分野郎が。それ、ああ、緑谷にも言われたな。あいつむちゃくちゃやって人が抱えてたもんぶっ壊しに来やがった。昔からあんななのか緑谷は。どうでもいいんだよ、てめえの家事情も気持ちも。どうでもいいから俺にも使ってこいや、左の炎。緑谷と戦ってから自分がどうすべきか、自分が正しいのかどうか。おめでとう。緑谷戦できっかけをもらって分からなくなってしまいました。あなたが奴を気にかけるのも少し分かった気がします。